はようございます。私はマイケルです。今は JB フィリピンエンジニアリングオフィスにいます。皆さんはそれぞれの仕事を忙しく教えています。行きましょう。JB フィリピンエンジニアリング。エレクリカルデパートメント行ってみましょうか。すいません、レジさん。何が知ってますか？はい、おはようございます。レジです。今ね、グリッドプロジェクトの電気の設計を知っています。そうですか。間違いならないくださいね。はい、どうも。はい、どうも。OK、メカニカルデパートメントに行ってみましょうか。ロナルドさん、邪魔ですか？何が知ってますか？タギグのプロジェクトですか？そうですね。タギグのプロジェクトのタイピングの施工を知ってます。そうですか。はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、今はアドミニストレーションデパートメントいます。はい、おはようございます。おはようございます。皆さん元気ですか？元気です。はい、どうも。今は JP ラブルトのルームにいます。彼女はアーキさんです。おはようございます。おはようございます。何がしてますか？今ね、ミサのオーディオはテスティングしてます。そうですか。頑張ってね。はい、どうも。続いて現場の様子を紹介します。Excuse me, Hata-san. Yes. 私たちは今週中にエラハイカの外計を終わらせます。よし。ボディラインはどうなってる？終わった？ No. Why? ハイカの材料がまだ届いてないからです。わかった。今週中に入ればいいね。もし配管が届けば、私、愛知は今週中にお出に配管も終わらせます。OK。暑い国で、みんな、ホットな心とクールな姿勢で頑張っています。皆さん、一度ぜひお越しください。お待ちします。最後に生活中の現場を紹介します。ポブラション STP 川の上に建設されたソリドです。イースアベニュー STP フィリピンで一番大きい下水ソリドです。オランデス STP 公園の下にソリドが建設されています。JP フィリピンエンジニアリングコーポレーションは地球環境保全を一緒に取り組んでいます。